よどんよどんよどん。懐かしいよねこれね。わこです。ルシアさんどうも、ナチュミンさん、大輔さん58番さん、ルシアさん、ビリーバコンバコーさん、大輔さんで押し続けるとそうなの。なんかもう本当にそう聞こえてくるよね、言ってるとね。吹き込んだやつ、緑のポスト、緑ちゃんだから緑、あ確かに緑つながりで緑です。アコカマです。じゃあちょっとやるか、あれまた出すか。寒さ、さっきと少し寒さはさ変わってきたかな。またやりますか。じゃあさっきの定点やりますか。またどれからいく、これからやる。よし、これからいくか。これから行く？これからやりますか。じゃあこれまたやる？動いてくれるかな、それが心配なんだよね。一回やってくれるかね。狂気を感じる。ちょっとこれセッティングしてくるわ。じゃあどうやったらいいんだろう、どうやったらセッティングしに行ってくる。じゃあちょっとセッティングしてくるから待っててよ。じゃあ今行ってくるんで待っててね。どこに置いときたらいいのかな。でもなるべく分かるところがいいよね。ちょっと待ってて、今セッティングしてくるから待っててね。少々お待ちくださいね。セッティングしてくるね。ちょっと待っててね。わかります、あるの画面中央にあるのわかります。あれさっきの猫ちゃんです。あのみーちゃん、猫高町。あれがもし幽霊さんがいたら動くんですよね。音とあれに反応するらしいので。あ、尻尾なんだけどね。あとこれ、あ、キャリーがダメ。キャリーどうしよう、キャリーダメかな。これいけるかな。ちょっとやってみようか。あれどうやって、これバックするときは、あれやだ一周しちゃうじゃん、これ違うじゃん。あれちょっと待って、分かんない。こうか戻ってこい。あん、よし、
よし戻ってきた。バックは、あん、バックは、やだもうわかんない。前進むんだからこっちでこっちか。あん違う。あ、来た来た来た。よし、これで、オデッセイじゃないよ、これ。なんだっけ。キャリーだよ、キャリー。これに、さっきの、よし。ゴリゴリ、そう、軽トラに乗ってるゴリゴリのんちゃん大好き。もう、こっか、逆ナンされたい。軽トラに乗ってるゴリゴリのうんちゃんに、逆ナンされたいな。カールおじさんみたいな人に。これ、じゃあ電気つけて。これ消えないんだよね、電気ね。電気消えないんだよな、寒いから。寒いと壊れちゃうんだよね。これで電気が消えてくれたらな。これ幽霊をねキャッチするね機械なんだけどね、寒い時期はね回路の故障でね、消えなくなっちゃうんですよ。これ寒いと忘れててさ、それこれ夏になるとね消えたりついたりするんで、幽霊をちゃんとキャッチするんだけど、寒いとマイナスになるとね、寒くてね壊れちゃうの。何この映像、逆なん？何の話？男好きですよ、大好き、大好物、食べたい。この人真夜中の心霊スポットで何してるんだ。だってさいいじゃない。野弾ゲーブル、スバルの散歩、スバルのねキャリーです、これ。キャリーちゃんとスバルと、なんかスバルのあれ許可取って、なんか許可のスバルのやつだよこれ。今キングテレサの奥に猫高町のみーちゃんがいる、今みーさんがいる。どんどん私のハイクオリティ、ちょっと道がね悪いのと寒さで壊れちゃってるので、あ、とどろき、これがな、うまくね、いけばね、最高だよね。これ、テレサがさ、うまくさ、ついたり消えたりすればさ、すごいいいんだけどね、もったいないですよね。今の時期だから仕方ないのかな。もったいないですよね。あ、やだ。そんな気しません？ゆうちゃん、今、ゆうちゃん寝てると思うよ、普通に。バッグ大好きね。キャリーにカメラついてる。あ、そうする？これシュール？あ、フォロー参加ありがとうございます。スバルと鈴木の、あ、そうなんだ。スバルと鈴木の合作なんだ。知りませんでした。それはテレサのだ。あ、心霊スポットあれじゃダメ、ごめんなさい。これがな、テレサがうまくね、いけばね、私動かなくてもテレサ移動できるじゃないですか。画期的でしょ？それって。私いつもテレサ動かすときさ、自分が映り込んじゃうからつって、一旦これをカメラをどけて何々していたけど、これやらなくていい。OMC 販売？ OMC っていうのかな？わかんないけど、知らねえよ。ゆうちゃん言ってるでしょ？スクーターのラジコンもあればいい。あはぁ、どうやって走るんだろう。その私のうちにその、あのキャリーありますか？キャリーも高いんでしょこれ。本当は結構するんだよね。ジミーちゃんのあれも豆腐さんもこれなのかな。可愛さアピール。うわーん、危ない。でもこれ手ちょうどいいと思うんだよね、定点にはね。定点にこれ置くのとかって、まあ軽自動車が高いよね。マルコさんこんばんは。軽トラ、軽トラ、あ、農業で使うんだ。高いんだよね今ね、軽トラもね。あ、ゆうちゃんおはよう。ゆうちゃんおはよう。ゆうちゃんおはようね。おはようございます。おはよう。今ねこれ
ゆうちゃん停電してるよ今。ゆうちゃんおはよう。あ、止まっちゃった。これイスズのキャリーですよこれ。あのラジコンです。ラジコンにテルさん乗せて今見えますか、ゆうちゃん。こういう感じで、ゆうちゃんこんばんは。どうもこんばんは、横綱さん。ゆうちゃんありがとう。ちょっとライトつくんだよ。ゆうちゃんありがとう、おはよう。あ、255番さんもおはようございます。260番さんもありがとうございます、おはようございます。鈴木か、もくろちんちんさん、どうも。ゆうちゃん寝てないんじゃないの、ほとんど。鈴木ですね、鈴木だ、鈴木でした。間違えました。これな、テレサかな、消えればな、最高なんだけどな。寒くてな、申し訳ありません。カイロでもさ置いとけばさ、あれかな、テレサも。ゆうちゃん寝不足じゃない？でもあれか、今日行けば日曜日仕事休みじゃん。だからあれか、少し寝不足でも。あ、ヤンマーか。2時間しか寝てないじゃん、2時間しか。これが実務だったら困る。関西だと鈴木あまり知られてない？あ、どうなんだろうね。常に進化を。あ、ジミーさん、え？あ、ジミー井原さん、どうも、こんばんは。今、ゆうちゃんが来てくれて。あれ、今日仕事じゃないんですか？確か。うちの船ヤンマ、お疲れ様です、お仕事。いすゞの117クーペは結構人気ある。これ豆腐さんの車、豆腐さんってキャリーかな、キャリーなんですよこれ。もしかしたら同じ車かもしれないね。やだん、私がそういうね。これはまずいだな、大臣が。たまにでいいから、大エスコちゃんのお尻を叩いてやって。ディスカバリーチャンネル好きですよ。ディスカバリーチャンネル好き。ナショナルジオグラフィックとかも大好きだし。少し静かにするか。これテレサがな、トンネルの中を走らせたいんだが、いかんせんね、道が悪くてね、トンネルの中ね、道が悪すぎてね、このガタガタしていけないんですよね。豆腐さん、鈴木、あ、同じだ。じゃ あ豆腐さんの車じゃないこれ。キャリーだから、キャリーだからっていうか、イスズだから、鈴木か。マジか。あ、誰か座らせるかな、この車改造して。あ、この車の中にジミーヌちゃん乗せるか、無理くりで顔を点滅させるか、さっきのやつ、ジミーヌちゃん。あ、これ人乗せられるかな、ジミルちゃん乗せるかな、顔ピカピカしながら。あ、ねえ、なんか怖いテレビしてたみたいですよね。あ、ヒストリーチャンネルも好き、アニマルプラネットも好き、ナショナルジオも好き。わかる、あの Hulu とか Netflix ってあると見ますね、私。そういうそれ系の、なんていうの、ドキュメンタリーか。ドアは開かない。後ろがね、パカってね、開きます。あ、世界の怖い夜なのか。ディスカマリ。カイジがいても、カイジさん乗せるかな。で、香港スターの何か、あれでも乗せるか。ディスカバリーチャンネルね。あの、ほら、ドキュメンタリーであるじゃないですか。そういう、Hulu とか Netflix とかにさ。確かに面白いですよね。あのエジプトとかもよく、あのエジプトの文明とかさ、宇宙とかさ、あれ私見ますね。あれは何チャンネルになるのかな、あれは。あ、そういえば Hulu であれしてますね、24時間なんかヒストリーチャンネルみたいなやつ、そのまま放送してますよね。生放送中かなんちゅうか。
セレクト5、5チャンネル。あ、そうなんだ。アベマ TV。アベマ TV。あ、あれか。あ、アベマ TV でもやってたな。そのなんか殺人事件か何かのやつ、お風呂で入りながら見てた。なんか殺人事件のやつだったな。アベマ TV で、有名なアメリカの俳優さんがなんか司会してるやつで、殺人事件とかいろいろなそういうヒストリー?宇宙の誕生とか。モーガン・フリーマンとか出てたな。あれ面白かった。アニマルプラネットもいいよね。見ちゃうよね。アニマルプラネットのいい、あれ面白いよね。誰も声聞こえてないですね。吉本の香港頭に浮かぶ。ピザーラ食べたい。次こ私出るの。アモンガフリマンディルさんテレビでしてるんだ。2月5日ディスカバリー無料で。へえ、あ、なんか CM でやってるかもしれない。もう朝だよ、5時だよ。あ、昔の三億事件。あ、そういうのも好き。あと YouTube でいっぱい見てる。あとは Hulu、 今 Netflix と Hulu か。うまくいかないかなこれ。あ、これ面白いねラジコンってね。あまり興味なかったけど、なんかラジコンする人の気持ちがわかるかも。だんだん近づいてくる。落ちた。早っ。え、こんな早いの、このラジコン。早っ。何も乗せないと早っ。うるさい、ごめんなさい。どうして、ぶつけるつもりないんだけど。あ、戻ってきて。あ、戻ってきた。早い。ごめんなさいね、うるさいよね。こんな感じです。窓は開かないんですね。窓は開かない。すっごい砂が。前だとこうつくの。後ろはこう。よっちゃんさん、こんな感じです。結構ちゃんとしたキャリーですね。時代成立。キチガイジジイ、確かにそうだな。あ、そういうラジコンも楽しいんだ。ハルマハッチンマンチン、知らない。幽霊ぶつか、時代成立。結局これ、あの猫ちゃんもさ、泣かないんだけど。猫ちゃん、4WD じゃない。シクシク。めんどくさいからこのままでいいや。お高そう。これ、そんな高くない。1500円とかですよ。1500円しなかったかな。浜辺でやってるの楽しそう。あ、見てみたいね。いや、真っ暗。真っ暗でしょ、9個目で飛んでる。ぜひいらしてください、浦原さんも。ここ一人で。バスあるからさ、徒歩でもいいし。笑わない猫、笑わない猫。ちょっと猫ちゃん見てくるか。まだしょ、あのゆうちゃんもまだ見てないんじゃないかな。ジミー浦原さんも。あ、抹茶食べてない。私は。あれ、あれ、あ、熊、大丈夫、ケージない。誰かいる？誰か来た？せいか。誰か来てもおかしくないよね。
誰かいるかと思った。反応するんだって、触ると。幽霊さんに反応するかなと思ったら全然反応しない。もうすごいよなこれ。ニコ。めっちゃ笑うんだけど。分かったからもう。もう片付けはもう全然片付けるわね。ちょっと片付けるね。オッケー。分かった。分かったからもう。分かったよ。分かったから。ぬこだよこれ。あ、そうだよ。あ、見てた？嘘。まあいいや。これ片付けるね、とりあえず。もうね、こうテレサちゃんがさ、消えないの。まあ冬だからしかない。もういや、テレサちゃん諦めよう。どうやったら可愛い？なんで不気味ですよね。顔見えます？顔見えないかな。こういう顔してんの。こう顔見えます？どうやったら、あもうまたもらっちゃった。もうやだ。ほら、こうやすればいいんだ。やん。ほら。ほら、あ、ちょっと待って。顔見えますかこれ。ね、電池消そう。あ、見ててくれた、配信見ててくれたんだ。もういいよ、分かったから。もういい。いや、待て、電源がない。あれ、電源がない。電源が見えない。どこでやるんだろう。あ、ここか。オッケー。怖い、うるさい。セリーヌちゃんってキングテレサ割れないよ。キングテレサって割れないようにしないとね。やばいよね。釣られる？まあ、確かにな。それ欲しい？これいろんなのがあるんだって、これ。これ、もうこれ消えないからもう、消えないもんな、こうやったってな。チン。シュールな配信。あ、そう、ボールペンね。来週ボールペンと、明日だ。明日、ボールペン届きます。あの、リアトスさんに差し上げるボールペン。明日届くので、ちょっと、今週末のはね、あの方にはお渡しできない。来週、テレサはね、これ闇市なんだろう、なんとか市、泣くバージョンもあるんだ。こんな感じで、そう、ボールペン、そうそう、さっさとスイッチ。かまってちゃんだよ。そうそう、生主はね、ボールペンは来週末の、もし来週末ヤトスさん来てくだされば、来週末、今週、来週か。ちょっとね、昭和のファンシーチックなね感じにしました。よし、テレサは300円くらいでしたね。あ、そうそうね、そうなんだよね。それ、そうそうそう、あと充電、バッテリーちょっと充電変えますね。申し訳ありません。笑い猫いいでしょ。そう、一番。ねえ。フリーマーケット、そうそうそう、フリーマーケットみたいなね。そうだよね。ちょっと道のいいところでラジコンもね、あの心霊配信でちょっと試してみたいですね。いくら？これ1500円とかそんなもんですよ。2000円はしない、しなかったですね。セリーヌちゃんね。あ、もう終わりか、この枠。今日はずっと30分枠ですね、このアプリだとね。
っと待ってくださいね。今写真をね、セリーヌちゃんの写真がどこかにあるはずなんだけどなくなっちゃったな。あっと、これか。ちげえなこれ、ちげえなちげえな。ちょっと待っててね、写真がねどこかになるはずなんだよな。ないか、いや、まあいいや、後であの来たら、届いたらあの写真をお見せしますね。よし、あ、ある、市場にある。腹減った、お腹すいた。これからラジコンもできるの。そうです、ラジコンね活躍させますよ。充電しちゃいます。今ちょっとね道が悪かったですね。よし、じゃあ私は何をするんだ今から。そう、片付けるの。お腹すいた。あ、もうあと30分で終わりにするか。あと1時間ぐらいやりたいですね。ね、あ、こんなにコメントが。やっぱりなんか猫ちゃんコメントがすごいな。すげえ。よし。あ、キムチチゲね作るんですよこれから。キムチ、じゃあチゲ鍋、キムチチゲ、あ、キムチチゲだよ。ラジコンにカメラ搭載。あ、そう、私が映っちゃうね。ラジコンいい使い方ないかな。ラジコン、ラジコンにスマホ乗せて定点するか。自分が映っちゃうんだよな、可能性があるんだよな。アニョハセヨ、アニョハセヨ。ラジコンに、まあ、テレサ乗せたり、ラジコンに、ラジコンに誰か人来た、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 人来る、人来る、ガチで人来る、人来るよ。この時間に人来るのか、マジか。